ジャマイカおって、はい、朝くんから電話できて、はい、レーベルしろやって言われて、ジャマイカで、そう、ああレーベルしろや、金全部出すから、はいはいはい、好きなことやればって言われて、はい、もうやったーってなってスカイザリミットや、そう。ほんでそのまま帰ってきてラブラブ99やってで、確かその後にゲスワが出るはずやねん。じゃあスカイザリミットとラバダブ99は同時進行ってことですか。てて、うん、昔から忙しいですね今もですけど、確かに確か、はい、でジャンボが、はい、その時は解散とかもあって、はい、ちょっと長期ジャマイカ行くわみたいな感じやったと思うねんな、はい、でジャンボもおるし、はい、どうせやったらそれ、ジャンボ曲やろうやみたいな、はあはあ、で俺レーベルや立ち上げるから、はい、スカイザリミット。何歳でしたっけ、それは。だから21、22とかじゃない。えげつないっすね。でいやいや仕事量えげつなくないっすか。多分21、22やだって、だけどラバダブ99やってスカイザリミット同時進行でクラッシュやってんすよ、うん、えぐないっすか。いやもう全然えぐないよ。ジュリアン君的にはえぐくなかったっすか。全然えぐないけど、はい、ちょっと俺もな、はい、もう、まあ、昔なら前やから、まあまあそうですよね、20何年前多分、ね、そこら辺結構そういう感じで、はい、まあ、スカイザリミットを立ち上げてやったと思うわ、はい、ほんでこのそのツアー、俺ツアーで、はい、多分、はい、ゲスワをかけてたと思う。多分ラバダブ99のその I to I 最後にゲスワかけてた。そうですやろ、はい、だから多分ゲスワとかでも言ったらブジュとかも撮ってんねん、はい、ラブな、はい、マーシレス、ブジュ、コブラとか、はいはい、ワード21とか、はい、もう結構その、はい、レーベルやりつつサウンドもやりたいから、はい、プロデュース曲もわーってやってんだけど、はい、ダブもわーってそのリズムで撮ってて、はい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 、なんかあんまりその当時はそういう動きしてるサウンドマンが確かに日本は誰もおらんかって、ね、ほんでスカイザリミットポーンって出してから、はい、結構サウンドマンがレーベルしだしたなみたいなイメージが、はい、VIP でももちろんやっててんけど、はい、そんなに、はい、活動がちょっとこう落ち着いてた時期が結構みんなあって、はいはい、でその間俺らが行ったみたいな、言ったら谷の部分でどんどん行ったっていうことですよね。結構だから、はい、ジャップジャムも落ち着いてて、はい、サンダーゲートとか、はい、でロッカーズのタッカーさんのロッカーズレーベルみたいなのもあって、はい、ありましたありました、はい、とかも落ち着いてて、はい、結構だからもうわーって出した後なピタッと止まっ、リリースがピタッと全部ピタッっていうか、まあ、ちょっとなんかこう、はい、やっぱスローになってきてたタイミングに、はい、スカイザリミットっつっていきなり、もう俺その時、はい、一番若いからさ、はい、そうっすよね、21にあの壁にこうやって持たれてね、それはもうメジャーやね。あ、これメジャーなんすか。そう、その前に3枚出してんね俺。あ、2枚かな、2、3枚出し、あ、3枚出してんね。あ、インディーズで3枚出てんすか。アルファーからそれこそ、そうだ、その流れでその壁にボタれてるやつ、はいはい、だからあの時は24とかちゃう、多分23とか、この人絶対怖い人なんや思ってましたよ、ね、そうだから23か24で、はいはい、東芝 EMI から出た、はい、最近出てきた宣材写真ちょっと出しいいですか。やめてそうそうそう、確かそんな感じやったと思うわ、はいはい、スカイザリミット兼、はい、レッドスパイダーっていうのをこう走らす感じで、まあスカイザリミットはスカイザリミットで、はい、その時だから、はい、ゲスワーも出したしさ、はい、でミンミンともそこで出会うね。あ、ゲスワーの時ちゃう、その次のリズムトル、あートルネード TKO、 あ TKO、 はい、で、ミンミンと出会って、はい、あのシルキンとミンミンのコンビやったりとか、はい、あれメジャーですよね。ちゃうよ、あれまだメジャーじゃないですか。うん、あれインディーズ。メジャーは何のリズムからですか。メジャーはもうアルバムで出したから、はい、スカイザリミットっていう、はい、それがプッシン、はい、超前リー、はい、ブギーマン、はい、パパビー、ジャンボ、はい、両座スカイウォーカー、ボクサーキッド、タカフィンの8人コンビ、8人コンビを出して、今流れてますかね。流れてないそれを、はい、出して、はいはい、そっからだからいっぱいルーボーイとかも入って、ルーボーイとかさ、はいはい、ボクサーベーダーとか、はい、なんかいっぱい出たよ。もうちょっとむっちゃ前やからさ、はい、もうちょっとそれ iTunes でちょっとほんまに聞いてそれ24歳ぐらいじゃん、あん時多分で言うたら大学新入社員ぐらいですよね。
24ってロックシティっていうのも、はい、その後にやんねんけど、はい、ロックシティっていうのもやってて、スカイザーリミットっていうのもやってて、はい、でカエルスタジオっていうレーベルもあったから、その3つの俺が作ってる曲をいった何曲か抜粋してアルバムにしたやつがロックザスカイ。それもう売ってないですよね、もう廃盤ですよね。分からんもんね、もう廃盤になってるのかな、もうプレスはしてないでしょ絶対、確実にとか、はい、だからロックシティはもうちょっと後の話やね、はい、もうロックシティとかはだかそれこそズンズンナイト、いや違う、ほんでまだ出てるから、そっからもうズンズンなんかもっと後やで。あ、いや、そう、もちろんもちろん、うん、あのそのズンズンナイトとか始まるまでってまだ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 ありますよね、うん、2005とかですかあれ。ズンズンはいやもう、2007とかじゃん。あ、2007、うん、ジュールの帯とかですよね、水曜日。そんなもん、ああ、早い早いですね、すいません、ソロ感は、はい、すいません。スカイザリミットから、はい、ゲスは TKO、はい、デンジャーゾーン、はい、そのブギーさんとボクサーのジャンジャンバリバリジャンジャンバリバリってやつ、はい、夜になったら勝手にねねねみたいな、トリプルセブン、はい、とかデンジャーゾーンっていうんだけど、はい、出した後に、はい、ワンウェイをずっと出してて、はあはあ、でその時にワンウェイミックスっていうのをもう、はい、やってたやんか。だからワンウェイで言ったら、はい、7インチはめっちゃ切ってるんけど、はい、いろんなアーティストな、はい、それをまとめて、はい、全部ミックスしたワンウェイミックスっていうのを出してて、はい、でそこに新しいアーティストを入れたり、ハンクもだからデンジャーゾーンとかなってた、リトルキャットとか名前、あ、そうやそうやとか、そうっすよね、そう、はい、で結構だからそういうことをしてて、でまあライブもライブでやって、はい、でまあその流れでなんかメジャーからの声来てかかって出したんちゃうかな。メジャーまでめちゃくちゃやりましたね。え、けどすごい凝縮した 1,2 年でしょ、言ったらスカイ、ラブダブ99で、その中、はい、その別で、まあ、そのメジャー行くまでの間に1枚アルバム出してんねんけど、はい、KSR ゴールドってやつ、KSR ゴールド、はい、そこに、ベーダーが入ってで、ルーボイフェ、ルードボイフェイスが入って、はい、ベーダー、シルキン、はい、でミンミのフライ、タイかな、はい、それは多分ミンミが2曲目に出した曲で、はい、この「フライハイ」って曲も確かミンミンのアルバム、ファーストアルバムに入ってるはず。ああそうなんすね、うん、なんか そのアルバムを出してね、はい、でボン君とかも、はいはい、もう入れたな。えそれはあの言ったメジャーからのお仕事って、それはケース R っていう、はい、今もケース R ってあるやん、はい、インディーズレベルのケース R ってとこから、はい、出してん、レゲエのアルバム出せませんかみたいな話が来て、はい、あ、いいっすよみたいなんで、もうそれこそもうとどろいてますよね、レッドスパイダーは。いや、どうかわからんけど、で多分その流れで、はい、そのスカイザリミットの初めてのメジャーアルバムを出すねんけど、はい、出して、はい、でミンミが売れんねん、はい、でミンミもメジャーに、まあ、別ラインやねんけど、はい、行って、はい、あのみんな知ってるパーフェクトビジョンが、はい、もう大爆発するわけよ、はい、はあはあ、そうっすよね。で僕それこそジュニア君知ってて、でスカイザリミットを聞いてて、僕高校生の時に、うん、まあ寮やったんでテレビ朝だけ見れるんですよ、うん、目覚ましテレビで今レゲエのシンガーで来てますみたいなんでミンミンさん特集されてて、うん、そうなんやみたいな、あのそれこそその前にミキさんがライフタイムリスペクトとかでドンって言ってるじゃないですか、うん、もうだからあレゲエすごいってもうそこに拍車かかったっすもんね、うん、僕は。ほんで、はい、まあその流れで、うん、ミンミのアルバムのお手伝いも何曲かやるようになったりして、はい、結構もうそこら辺から、はい、なんちゅうかな、だいぶ生活レベルが上がって、ちょっと待ってください、えいつスタジオから抜け出したんですか。でもその頃は、はい、マンション借りてたと思う。あ、え、まさか幸い町の、あ、 P は入るでしょうけど、どこかは幸い桜川とかかな、あの幸い町はその後、あ、その後なんですね。そうなんですね。そう、まあそこら辺からこう結構生活レベルが上がって、はいはい、やっと人になる感じ、やっと人としての野良人間からやっと人になってで、あの服も、そうそうそう、綺麗になって、服も綺麗になって、はい、でまあまあその前ぐらいからだから、はい、それこそラバダブ99かな、はい、
あん時終わってから、はい、そのまあやったらその今のはプロデュース系で言うとね、はい、そういうことやっててんけど、はい、レッドスパイダーはレッドスパイダーでやってるんで。いやそうですよね。レッドスパイダーはレッドスパイダーで、はい、だあのミックステープ1,2,3まで出てる。4とかも出てる、分からんけど、あ4まだかな、1,2,3ぐらいまで出てて、はいはい、でまあそれその時はもうそれこそあのスティングっていう、はい、あのまあ問屋さんっていうかな、卸業者、そのいろんなタワレコとかに、はいはいはい、あの置いてくれる、はい、お店っていうかな、会社があって、はいはい、そこが結構こうまあ、あの押してくれてさ、はい、むちゃくちゃ協力的にアーチがおったり、はい、その時、はい、あの今のマネージャーのね、はいはい、それこそアーチがおったり、はい、鳥居もそうやけど、はい、鳥居みなみさんもおって、まあ、そういうのが結構こう、はい、バックアップみんなしてくれて、はい、まあ、タワレコとかも置いてくれて、はい、でまあ多分まあまあ売れてて、レッドスパイダーのテープって、はいはい、俺その時全然そういうの敏感じゃなくて、あれ、はい、全然そういうの疎かったやんか、はい、お金に対してほんまに全然疎かって、まだ持ったことなかった、お金持ってたとりあえず何が良かったっていう、はい、自分の好きなことを、はい、あのストレスなしにできんのが、あ、そうむちゃくちゃおもろかった、はいはい、その今までは、はい、お金貯めてジャマイカ行ってとか、そういうのもなく、はい、まあ言ったら機材買わなあかんっつったら、はい、機材買ってくれるし、はい、これいるっつったらこれ買ってくれるし、はい、みたいな。でまあダブ代は自分で そういうさ、あのレッドスパイダーの回しに行ったギャラとかから割ってやっててんけど、はいはい、そのなんかこうレーベルとかに対して、はい、今まではバイトしてさ、いろんな金使わなあかんわけやん、はい、プロデュース系にも金かかるしさ、はい、もちろん自分のサウンドのダブとかにも金かかるやん、はい、だからこう大変やってけど、はい、もうこっちのプロデュースの部分はお金出してもらえるからさ、はい、そのいるものに対しては、はい、だから全部このレッドスパイダーに力入れれるやん、はい、お金の分はそうですね、ダブ、はいはい、ダブ取らなかったし、はい、ほんならテープ出て何ヶ月後かにいきなり浅尾くんから連絡来て、はい、トマト、アメ村のトマトベストランね、アメ村のトマトあるはい、はい、トマト来てやみたいな、はいはい、行ってやんか、はい、だからパサンって、はい、100万渡されて、はあ、はあ、はあ、はい、俺いいですっつった、えほんまに好きなことやらしてもらってたからいいですよ、いやいやもういいっすいいっす今やったらもうふわっつってからってけど、もう当時は100万円なんか見たことない100万なんかこんなさ、はい、束で見たことなくて、はいはいはい、立つ金ね、そう、はい、100万バーンって来て、はい、なんすかこれみたいな、はい、いやギャラみたいな言われて、はい、え、なんのみたいな、なんかいろいろもろもろみたいな、めちゃくちゃざっくりやね、ざっくりっすね、もろもろみたいなまあでもナインティナインとかも何かわからんけど、はい、まあ、スカイザリミットも、うん、かもしれへんし、もろ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 みたいな感じで、はい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 、それがだから一番初めにもらった大金やね、大金すごいっすね、俺からしたら100万なんかさ、はい、そうっすね、当時の川端少年はびっくりじゃよ、でびっくりしすぎて、はい、でその時だからさっきも言ったけど、カエルスタジオに泊まらせてもらってたから、はい、実家帰って、はい、親にあげたもん、あ、お金を、うん、はい、そんなことがあったんですよ、その100万円もらうまでの作戦で全然俺も家帰ってなかったし、はい、なんかここやな親孝行するとこみたいな、でまあ一応さ、はい、心配せんといて、そうそう大丈夫やでみたいな、はいはい、ちゃんとしてるでっていう意味も込めて、はい、お金パーンと渡して、はい、ほんなら、はい、まあ、俺の母親はもう、はい、パクってきたんって言われたもん、俺取ってきたやろあんたみたいな言われて、どこで取ってきたんよ、ほんまそんな感じ何したあんたみたいな、いやいやいやこれ給料みたいな、はいはい、音楽でやってね、そうそうそう、はい、でもあげるわっつって、はい、ありがとうみたいなのあって、はい、ほんなもう俺の親は、はい、もうこうテレビ野球かなんか見て相撲か忘れたけど、はい、お父さんね、はい、もう後ろ向かんと、はい、感じ悪いなと思って、はい、パッて見たらむっちゃ泣いてた、うん、いや、言うて、それ見て俺笑ったわむっちゃ泣いてるやん、いやそれはもう野暮ですわジュニア君、それはもうめっちゃ泣いてるやんっつったもん、なあ言うて、なあ言うて言わない
そうそうそう。ほんで、あ、はい、まあ、そっから、はい、あの、だいぶ応援してくれるようになって、親が。ああ、そうなんすね。それまではもうやっぱ遊んでると思われてたから。いや、まあまあ、そうですよね。海外行って。そう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 。はい、もう遊びほうけてるみたいなイメージやったと思う。はいはい、けど、ほんまに、こう、出会う人、出会うべくして出会ったんでしょうけど、うん、やっぱ縁ですよね。こう、いい、朝子くんとの出会いって、すごくないですか、うん、そういう感じ。朝子くんとの出会いやな、これは言うたら。はい。はい、もう言うたらもうビジネスパートナーですよね。まあ、そうからそうやな。はい。でも、お前は今日から帰るや、みたいなのはないで。あの、まあ、こんなん言うたらあれですけど、よし。みたいです。ほんまに。ピー入るでしょうけど。ほんまに、はいはい。お前は今日から帰るスタジオの人間や、みたいな。だから書面とかも交わさず。なくなくなく。なんか知らんうちにカエルの仕事増えてるな。そうそうそう。そしたら金100万もらったな。そう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 。でそれでやって、で毎回こう CD 出るたびにさ、はい、何十万とかさ、はい、はい、みたいな。そうそう、ね、であとだからテープ出るたびに何百万とかさ、はい、もらっていくね。でこう、はい、まあ、イベントもさ窓口やってくれてたから、はい、俺の。ああそうっす。それこそね、レッドスパイダーのテープに番号書いてた。アサオくんの番号書いてた。今じゃ考えられへん番号書いてる。アサオくんの携帯番号。携帯番号書いてるだろ。で、あれとか。まあ全部だからそういう、はい、なんちゅうマネージメントも、はい、じゃあやってもらっていいっすかみたいな。はい、俺だからそういうの、はい、あんまなんちゅうコミュ障やからさ。得意じゃないから。はい、そうですね。そう。はい、得意じゃないです。で、まああの人まだ人と喋れるしさ、コミュニケーション取れるからさ。自分をモンスターみたいに言わんでもね。コミュ障やから。まあそういうのはもう浅川くんがやってくれて、はい、俺はもうだから好きなことをやれみたいな感じ。はい、いやけどいい話っすね。そうそう。まだこっからも長くなるんで。こっから長いよ。だってまだロックシティ。ロックシティもやってないしね。はい、ズンズンが始まる経緯とか、うん、とかもやってないし、そういうこと聞きたい。はい、いいですか。まだじゃあこんなやりましょう。いいですか。はい、いや、ちょ、また踏もとけたと思います。はい、こんな感じで。すいません、今回は、はい、じゃあ、はい、今日はこんな感じで、ありがとうございました。